ラピオーラです。紹介文を読みたいと思います。テキストで僕といえばバラーシャですが、今回は初めての2人でもあります。カクカクした運命というのは穏やかな運命の人に作り始めた私の人となります。それでは行きましょう。ピオーラ二人の君と